山本選手。土曜日。野球以外に好きなスポーツ、得意なスポーツ。秋のキャンプで沖縄に行った時に、練習後にプールに行く日があって、本当に5年ぶりくらいに泳いだんですけど、結構泳ぐの楽しいなと思って、まあ、ちょっとオフシーズンとかも水泳ちょっとやってみようかなと思ってます。トレーニングも兼ねてということですね、それは。はい。ちなみに、まあ、選手の皆さん、水泳もやられると思いますけど、逆に苦手だった人もいるんですか、水泳がちょっと。あのですね、沖縄キャンプで、まあ、水泳、あと水泳の練習終わりにプールに行って、歩いたり、泳いだりして、まあ、みんなこう泳いでたんですよ。そしたら、一人だけずっと歩いてる人がいるんですね。一向に泳ごうとしない、ネオっていう選手がいたんですよ。で、あれ、ネオ、あれ、動かないのみたいな感じで言ったら、なんと、泳げないです。意外な感じがしますけど。っていうね、何でもできるっていう、ネオの弱点を表しました。初めて聞いたかもしれないです。なんかあったら水に落としてあげてください。その際は誰か救助してくださいね。では続いて